引き下ろされると潰れるじゃないか、体を起こします、はい、その次の瞬間にまた次の方向に回転するとその回転に相手が入らなくなって相手が止まってしまう。自分はこれももの散々やられたんで私が寄せました。はい、なるほどですね。これすごいですよね、引きの強さ。